通だよ。独りよがりってさ、よくバカにするときに使ったりするけど、独りよがりさえできないってのはどんなもんかな。自分を満足させることさえ知らないなんて。たとえ他人にとっては無価値だとしても、自分だけのものに価値を見出せるかどうかだ。本当ならさ、無理せずに独りよがりを気楽にやって、たまたまそれに共感する人がいてっていうのがいいんだろうな。きっと人はそのたまたまっていうものに心が動かされるんじゃないか。ま、理想だけどね、俺の。だとしたら、物や情報、一足飛びな言葉や答えがこんなにたくさん供給されている世の中で、今の人々は安物ばかりつかまされているのかもしれないね。と言ってる俺は、今大量生産の象徴みたいなそのプラスチックの椅子を集めてる。でも安物がかっこ悪いわけじゃないよ。そのものの本質を見つめようともせずに安易に手に取ろうとする、その姿勢がかっこ悪いんだよ。ができた頃は、誰もがみんなが、できるだけ多くの全ての人々にっていう、そういう考え方が確かに一番ピカピカに光ってたんだ。でも時間が流れ、時代が変わり、その輝きの見え方も変わった。もっといろいろな輝きが増えたってことじゃないかな。俺はそう思うよ。正吾にとってはどう？正吾、頭から煙が出てるぞ。昔の偉い人が言っていた地球村って、本当にそんな時代が来ちまってるのかもしれないけど、もし俺はないと思うけど、もしそういう完璧な世界の理想の形があるのだと仮定して、俺たちは本当にそっちの方へと進んでいるのかね。進んでるよ。進むさ。それに世界はいつだって完璧すぎるほど完璧だよ。みんな大変っす。大事件っす。荒らされてるらしいっす。
マグロ、それにミフちゃんもいらっしゃい。あのね、ああ、俺は知ってるよ、もう見てる。今朝見たらそんな状態だったよ。どうしてかな。くそ、仇を討つす。こういうのは無視だよ。それに限る。卑劣な奴を野放しにできないっす。もし俺のものだったらつまみ出すね。徹底的に潰す。片っ端から削除。待てよ正吾、それが俺のものだったらって言ったでしょ。俺がやったことで必ずしもいい結果が出る保証はない。それを承知で俺ならそうするって。大人が何でも分かってるなんて思うなよ。まあまあ、ミフちゃんはどう思う。もし花の王子様と話し合うことができれば仲直りできるかもしれない。どうしてこんなことするのかって書いてみるよ。そうしたら私の思いが通じるかもしれない。うん、そうだよ。私頑張って花の王子様と仲直りする。じゃ決まったな。これ以上は俺たちがとやかく言うことじゃないよ。じゃあミフちゃん、このマシンで今書き込んでみる。うん、頑張るね。正吾くん、どう思う？
ショゴ、どう思う？もう勝負しかないっす！やるっす！やってやるっす！マグロ、熱くなるなよ。むやみやたらに騒ぎ立ててミフちゃんのけなげな努力を丸つぶしにする気かよ。ミフちゃんは仲直りがしたいんだね、ミフちゃん。できるなら。あ、そうだミフちゃん、ここは一つ気分を変えよう。え？なんすか？今日は足利島大花火大会だよ。みんなで一緒にパーッと行かない？嫌なこと忘れちゃおう。ごめんね、行けないから。ほら、見覚えのある顔よ。あ、そこの君は午前くんでも午後くんでもなくって。正午くんじゃない。車の運転よ。見ればわかるでしょ。ハマっちゃって。私バックさせるの苦手なのよね。
識が、こっちのが出ないんだもの。戻れなかったのよ。こっち？違う、こっちでしょ。え？こっちじゃないかしら。あのね、こっち。うんうん、こっち。